一日一ホラー、チャッキー王子の80年代ホラー映画館。はい、チャッキー王子です。今日はえ地獄のモーテル、また予備知識なしで、あの、思い出話だけでいきます。えっと、この監督はケビン・コナー監督と言い,いまして、あの、イギリス出身の監督で、恐竜の島とかアトランティスの後の海底都市とかを撮ってる、 あの、B 級監督なんですけども、が、あの、モーテル・オブ・ヘルっていうね、現代なんですけど、モーテルのヘロを、ヘルが実はヘロー、ハローなんですね。そのネオンサインが一つも消えてヘルになってるというね、そっから思いついたらしくて、あの、人をさらってきては、あの、生態を切って畑に埋めて栽培するというね、 で、収穫時期になると、引っこ抜いて、ソーセージにしてしまうというね。まあ、切り株映画ですね。えー、本当に、あの、本当に栽培するんですよ。あの、地面に埋めて。で、えっと、ソーセージにしてしまうというね。まあ、あの、兄弟っていうか、あの、兄と妹なんですけど、妹が太っちゃうさんで、 ええと、豚の皮をかぶって、チェーンソーを振り回したりとかね。結構、あの、兄弟対決も素晴らしいものがありますね。ええー、と、本当に、あの、まあ、締め、締めるっていうか、あの、殺すというよりも、あの、収穫時に首を締めて締めるって感じですね。はい。あの、後味悪い映画でした。はい。さっきおちでした。チャンネル登録よろしくね。